はい、たたんたんたん、トペ、トペです。よろしくお願いします。本日も始まりました。今日もありがとうペです。皆さん、日本ハムファイターズ、引き分けを挟んで5連勝です。やっと！いやー、上川端様のほんま、上川端の神がほんまに、神様の神に変わりましたね。いや、今日の勝ちはめちゃめちゃでかいですよ、日本ハム。いや、今日はね、もう楽天戦でね、まあ今2試合連続完封勝利で、まあ北山選手、そして加藤貴之選手が完封して、で、今日のね、山崎幸也選手が、もしかしたら完封するんじゃないかと、まあ今日ね、言われてましたけども、まあ試合展開的にはね、結構ね、序盤から、ファイターズペースやったなと、個人的に思います。ただ相手のね、楽天もめちゃめちゃ強かったな。去年までね、いたポンセ投手が、楽天に行って、なんか日本ハム時代よりなんか安定感があるなと思いますね。前回の日本ハム戦でもいいピッチングしてたけど、今日もめっちゃ、なんか、あんなポンポン打ち取るタイプやったっけなんか、序盤めっちゃ早くなかった。5回まで、なんか、1時間たった。ちょっとぐらいでもう5回行ってたから、あ、今日結構早く試合終わるなーって個人的に思ってたんですよ。ほんならさ、まあ山崎選手もさ、結果ね、いいピッチングしてたから、うん、2失点でね、抑えてたんやけども、まあね、楽天もやっぱり簡単には勝たしてくれません。うん。まあでもね、今日ファイターズの点の取り方は、個人的には、強いチームの点の取り方やなと思います。まあ、まず、マルティネス選手がね、センターのタイムリーヒットで、まあ、相手のエラーも噛み合って、先制することができました。で、続いて、復帰した清宮選手。清宮選手も犠牲フライを打って2点目が入りました。で、3点目は、今日セカンドで登場していた石井選手。石井選手のタイムリーで、3点。で、これで3対1。で、まあ、結果的にさ、いつも活躍してくれてる金村選手がね、まあ、買いまたぎして、まあ、これは賛否両論あると思うけど、まあ、今んとこ、この買いまたぎでも、結構その、新庄さんなりの考えがあっての、買いまたぎで、まあ、僕も、今んとこ賛成なんですけどね、買いまたぎ。まあ、昔も結構やってたからね、プロ野球とかも、結構買いまたぎはあったから、まあ、最近は結構球数制限とかね、あんまり、中継ぎも先発も負担ないように、2日に1回投げる、2日投げたら1日あげるとかいう風になってるけど、まあ、ちょっと、買いまたぎ査定も導入したらどうやと、お給料それで上がるんやったらピッチャーもやる気出るよっていう新庄さんの、それは発想での、ね、采配なので、僕は賛成です。で、まあ、今日、たまたまな、金村選手も、ホームラン打たれてしまいましたけど、いつも抑えてくれてますから、うん。今日ね、一回ぐらい打たれても別にね、しゃあないじゃないですか。で、その後の系統がいいですよね。河野選手も良かったし、田中正義選手も良かった。で、最後ね、まあ、12回。あ、これ、ね、追いつかれて相手のホームやったから、まあ、この場合ってホームチームの方が結構有利に働くんですけど、今日は、ね、ピンチもよく北浦選手抑えたわ。うん、よく抑えたあのピンチ。10回のね。うん、あれ、あそこ打たれててもおかしくなかったからね。満塁まで行って。まあでもあれでちょっと、あれって。ちょっと日ハムいけんじゃんっていう風に僕思いました。で、12回、ワンアウトランナー3塁、万波選手。まあ僕はもうさ、アリエル・マルティネスになった時に、ダブル、3塁1塁。まあ、前進守備してたけど、ゲッツーあると思ってたから、僕は万波選手、フライ打ってもらってもいいかなと思ってたけど、まあ、あそこは万波選手、選球眼良くて、ファーボールになって。で、アリエル・マルティネス選手よ。ねえ、マルティネス選手。いや、あれ難しいよな。相手のピッチャーも、球早かったからね、うん、すぐに追い込まれてね、まあ、フォークも、なんで、めっちゃ落ちるフォークとちょっと落ちるフォーク持ってんねんな。あのピッチャーいいな、楽天の。で、まあ、マルティネス選手もそれで三振しちゃったけど、ここで、去年までのファイターズやったら、簡単に負けてたと思うんやけど、上川端選手、ね、まあ、途中出場、ね、
まあ、悔しさもあったやろね。今年はショートで出たいっていう風に意気込んでたけども、まあ、オープン戦で怪我してしまいまして、まあ、レギュラーは水野選手に奪われてしまったと、ショート。で、セカンドで今、ね、2軍から上がってきて、試合に出てるけど、セカンドもそう、熱いんですよね。実はファイターズ。加藤豪介選手もおるし、今日やった石井選手が出てました。もうほんま、いろんな選手、細川選手もできるしね。もうほんとセカンド、今、ファイターズ、ね、去年までセカンド、ショート、みんな、おらへん、おらへんって言ってたけど、今年、おりすぎて、こう、誰を使うかが困るっすよね。まあまあ、いい悩みなんですけどね。で、途中出場の、やっぱ悔しさあったんやと思います。上川畑選手のあの集中力ね。レフト前に絶妙に落とす、上川畑選手のタイムリー。もう最高でしたね。まあその後ね、中島さんもいるから、中島さんもね、セカンドで最近出てるから、まあその前で、上川畑さんここでアピールしたから。いや、セカンド全員当たりやん、日ハム今。全員打つやん、今。打ってもよし、守備もよしって。まあ、今日ね、水野さん、エラーもあったけど、まあエラーはしゃあないから。やってて、野球ってね、10回打席立って3回打てば3割ですからね。そう、守備だってエラーはあります。でも誰かがカバーすればいいわけですから。それがチームスポーツですからね。そうそう、エラー極端に減らそうってなるより、まあエラーしても次に抑えたらいいよねっていう感じで。今日もね、ダブルプレイに抑えてましたから。まあ誰かが失敗した時は誰かがカバーする。誰かが失敗した時は誰かがカバーするっていうね。強いチームのカバーの仕方が今できてるから、この5連勝にファイターズは繋がってるんちゃうかなと思ってます。いやー、今日はでも、今日の勝ちはでかいね。うん。で、最後抑え、杉浦投手ね。いや、よかった。ね、磯畑選手の走りってやっぱ、すごいね。打撃とかダイソーだけじゃなくて、守備でもやっぱ、素晴らしいよね。レフトのあたり、多分普通のね、選手やったらね、あれ左中間破られてたと思う。うん。ほんまはセンターが取るところのね、球やったんやけど、磯畑選手が追いついてね、レフト取って。まあ、雨もね、ちょっと強くなったところで大変やったと思うんですけど、いやー、よく追いつきました。で、杉浦選手最後抑えてね、素晴らしいわ。うん。ジャスティスに、田中正義投手に、勝ちがついて、で、杉浦投手に、久しぶりのセーブがつく。もう素晴らしいじゃないですか。いや、今日ね、これで負けてしまうと、結構どんよりしちゃうんですけど、ピッチャーとかもね、つぎ込んでたから今日、野手もいっぱい使ったから。でも、勝つと、この疲れも半減するって言いますから。いや、また、日ハム、初戦ね、また勝ちましたね。すごいな。3カードの初戦取るってやっぱ大事だと思うんですよね。それが今できてるから、いやー、今年のファイターズは、僕は強いと思いますよ。僕は優勝すると思ってます。はい。みんな落ちるやろっていう人とかおると思うけど、多分僕結構強いチームのやり方できてると思うんですよね。僕は新庄監督の采配も大好きなので、このままでいいと思ってます。はい。いやー、これはそれにしても、うん、応援しがいあるね。今年の日本ハムは本当に面白い。まだまだね、出ますよ。まだまだこっからスターの選手とか登場しますから。まあ、誰が来ても活躍するようにできている、このチームの雰囲気がまたいいじゃないですか。うん。ということで、また明日の試合も楽しみにしたいと思います。で、皆さんのね、感想とか、皆さんが思ってることなども、じゃんじゃんコメント欄に書いていただきたいと思いますんで、今日も皆さん、ありがとうございました。ということで、ありがとんぺい、おつとん、あいしょ。